武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは、続いて国語の、勉強に入っていきたいと思います。国語ですが、時間が90分で大問が4題、出題されており、配点は50点という形になっています。で、大問4つ、出題されており、記述、マーク両方出ている形ですね。で、現代文に関してはちょっと長めの論述が、出ています。内容説明問題ですね。で、大問4つのうち2つが現代文で、2つが古文と漢文と、なっています。2015年までは古漢融合で大問3つだったんですが、16年以降は、古文と漢文が分離して、大問4題という構成になっており、その分ちょっと時間が、辛くなったかなという形ですね。で、問題は全体的にやはり難易度そのものが、非常に文章難易度高いと。早稲田の中で見ても、要求水準は高い、特に現代文は割と難易度高めな問題となっています。で、回答が200字近い論述、150字から200字程度の論述が含まれると考えても、非常に時間が厳しく、かつ全て早稲田レベルの国語という形になっています。なので、まずはその原文、古文、漢文それぞれが、この制限時間内でしっかり終わるように、読んで解ける、練習ですね。こちらをしていく必要があります。そのためにはもう早稲田の過去問にいかに慣れるかという点ですね。どの科目もやはり早稲田レベルまでの参考書、徹底的にやっておく必要があります。で、知識問題などで点数稼げるところはしっかり、取れるようにしておいて、で、内容説明に関しては、論述の参考書やってもいいんですが、とりあえず現代文読解の開発講座や、現代文で格闘するなど、こちらで要約練習がまずありますので、そちらやった上で過去問解いて、どうしても足りなければ得点ダッシュなどを追加するという形でやっておくといいかとは思います。で、過去の例年の難易度と大きく変わるわけではありません。どれも早稲田レベルの参考書をしっかりやって、で、多学部も含めて過去問徹底的にやっておけば、十分対応できる難易度だと思いますので、そちらに、やるように、対策を、していってください。以上が、法学部の勉強となります。